ランディ・ターピンの像。イギリス・ワーウィック・ランディ・ターピンは、1940年代から1950年代のイングランドのプロボクサー。元世界ミドル級チャンピオン。天才シュガー、レイ・ロビンソンを破り、世界ミドル級王座を獲得しながら、晩年は没落、自らの命を断った悲劇のボクサー。レミントン生まれ。白人と黒人のハーフ。 兄ニリック・ターピンもボクサーである。アマチュアで活躍した後、1946年、プロデビュー。1951年7月10日、世界ミドル級王者シュガー、レイ・ロビンソンに挑戦、大番狂わせの判定勝ちで、王座ダッシュ。一躍英国の英雄となったが、わずか2ヶ月後の9月12日、ロビンソンとの再戦で10回小負け、タイトルを脱回されてしまった。 その後は制裁を書き、36歳で引退した後は、金に困って一時期プロレスのリングにも上がったという。破産宣告を受けた後の1966年5月17日、ワーウィッシャーのバスへのアパートの一室で、ピストル自殺を遂げた。この時、娘の一人も道連れにしようとして銃撃するが、病院に運ばれ、一命を取り留めている。 75,066勝8敗1引き分け、ありがとうございます。